大問さんに入ります。二次関数のグラフに関する問題になります。え二次関数 y イコールマイナス 2x 以上、プラス3のグラフの外形。外形というのは大まかな形のこと。そして最も適切なものはどれか。えー、これから選びなさいということです。まず、中学校の段階で、次乗に比例する関数という名前で習いますが、y イコールマイナス 2x の次乗のグラフがあったら、これは、ここの、 X ののケースがマイナスなので、下開きのグラフでした。で、このグラフは原点を通って、原点が頂点、このグラフですね。これが Y イコールマイナス 2X の二乗のグラフです。で、これがプラス3、これにプラス3がついてますね。ですから、全体的に上に移動して、この形で全体的にこう上に移動して、このような形になります。 実際具体的にここは3になりますね、座標として。で、この形を選べばいいので、丸四これが正解になります。で、後で出てくることですが、とか、そういう、まあ、最初こっちで考えられてね、2次関数、グラフの一般的な形は a 括弧 X、a 確保、x-p 確保度の事情、プラス9。で、a が開き方。これ、a がプラスだったら、上開き。で、a がマイナスだったら、下開き。 あプラスとかマイナスのこの0以上とか0以下でこれ0より大きいとか0より小さいでこれ、えー、プラスのことで A が正の数のことですし、えー、こちらだと A が負の数のことを表せますね。えー、A のプラスマイナスでこのような形どちらか判断できます。であと頂点の座標が P.9 ということです。 でこの形、y イコールマイナス 2x 事乗プラス3というのは、この p がない形ね、えー、c って書くじゃない、マイナス2書く、x マイナス0の事乗プラス3、こういう意味になりますよね。 x-0 これただの x ののここここととでですすからこれとこれ同じ意味ですでこの形から頂点が0.3と判断してそれからこの形が導,け導くこともできます。まあ、最初の段階はこれままずこのプラス3だから3の方向プラスの方向に3つ平行移動そういうふうに考えられるそれともまず大事なのでそちらもしっかりと確認しておきましょう。